今回は高須町を流れるおさらっぺ川にやってきました。この辺りは農業が盛んです。さて、少しずつ下っていきましょう。この辺りは藍染橋周辺です。その近くで五右衛門風呂を手作りした西さんに会いました。なんあの家紋みたいなのは何ですかね。家紋なんだ。あ、西さんの家紋。おお、鍵がすごいかっこいい扉のそれ。いやいやいや、すごい忍者出てきそうですね。忍者が出てきそうお邪魔します。どうぞどうぞ。よいしょ。おお、なんかトロフィーがいっぱいあるぞ。トロフィーがいっぱいあるぞ。人形を横でやっとったから。あ、そうですか、うん、へえ。ここに住んでた、住むこともできる。住むこともできるんだ。別棟みたいな。そう。そっちの家作っとるときに。あ、そうですか。あら、こっちにも池あるんですね。こういうことが好きだから、私は。好きなの？あれ、あれでしょ。あの、天皇様の天皇様の写真があるじゃないですか。うん。昔の。昔のって今の天皇陛下だね。はあ。それ亀松さんっていうのがお父さん？いや、でも私の孫おじいさんになったんだな。 あ、そうですか。すごい表彰されてるじゃないですか、なんか。浦臼なの？そうです。もともと浦臼なの？これは、まあ、本州から渡ってきたんだよ、そこへ。あ、そうですか、うん、いやー、あの五右衛門風呂はそのいや、これはそこら辺でみんないらんくなるから、ええ、昔は僕が使っとったんだけど、くれるかいってもらってきて、あの、なんか火炊くところの向こう側が五右衛門風呂なんですか？今でも炊いて入れるから。すごい、たまに入るんですか？たまに入る。違いますか、なんか。あ、違います、普通の風呂と。違いますかっていう感覚的には、はい、鍋に入ってるようなもんだからね。鍋に入ってるようなもの。だけどあったかいんだよ。へえ。こんなの流行らんけど、こんなのも置いといたら懐かしいから、うん。でも、あの、風呂もあれだけど、それ、風呂炊いたらあったかいでしょ、かなり。それはそうだ、そうだ。ねえ、うん、あんな、あの、暖炉みたいな形になってたら。うん。して、なんか、お父さん、これ、立派なスピーカーがついて、音楽好きなんですか？民謡落ちてたね、さっき。音楽、うちの息子が。息子さんはいくつですか？待てよ、もう50何本なってるわ。自分の年もわからんぐらいだから、子供の年もわからんわ。でもこの外観からしたら、この中こんなに広いと思わなかったです。あ、そうか。なんかあの、うん、納屋みたいになってるのかなと思ってたら、ちゃんと家になってて、びっくりしました。いや、私建築好きで建築やったんだから。もうでも材料がこれないでしょ、この梁。こんな梁も、うん、ねえ、もあるもんね。やっぱり要するのうちにいらんからって片付けるでしょ。あ、そんなやつ置いてる。廃材使ったの？古い家壊したらあるから、これも。おー、すごい。で、天井が綺麗なんですよね。ものすごい、なんか隅っこからあの忍者が顔出しそうな。時計があったり。ありがたい。あ、これはなんか林業かなんか。それはそこら辺なんか、小読みの写真だ。あ、そうですか。だけど私もああやってして、若い人の頃から田舎に寄って、農家やりながら大学になったわけだから。あ、そう。うん。まあ開拓みたいな形ですよね。開拓って私はもう3代目ぐらいになるけどな。実際見られますか、風呂？五右衛門風呂。そこ開ければ、うん、お父さん歩くの大変だから、僕見てきます。これが、いやいやいや、おお、大きな、すごい本格的だ。
すっごい、これ入りたくなりますね、来て。ここに来て入りたくなりますね。そんなのね、作るったら結構金かかるんで。いや、かかるでしょ、これ。鉄壁石張って、壁、一心向こう。で、ここで一杯やって、これ、お酒。そうだって、本当に。いやいやいや、ストーブもこれ、薪ストーブ。うん。なんか、こう、上も行けるようになってんですね。うん、上にも、6畳だけど、ちょっとこう。6畳あるの、上に。これは裏みたいな部屋にして。すごいなぁ。早くだから、何のどこでも行くでしょ。これ、あ、火鉢。この引き手が面白いから、これ。これ、好きな人も、なんか、うん、訪れてきそうですよね。見してって、うん、触りたいって言いそうですよね。若いご主人方でもこんなの好きな人おるのね。いますよ、うん、その金具がもうないでしょ。これ貴重ですよね。うん、貴重じゃ貴重。で、いつかその小学校かなんかの椅子みたいな、これはこの学校のもう捨てるんだって言ったら、ならもらうよって言ってもらって、だいぶもらったけどなくなっちゃった。あ、そうですか。で、今農家もされているんですか。そうか、されていて、ね、作物は人に貸しとるんだ。あ、田んぼを貸してんのかな。なんか窓からの眺めもいいですね、これね。これから眺めもいいでしょ。いいですわ。で、ハスの葉っぱが苔あって、すごいな、これ。今、こういう買ってきて入れようと思うんだよね。いいですね。入れといたら、冬中にネズミに食われちゃうんだ。あら、花咲くでしょ、これ。何？水蓮ですね、これ、ハスじゃん。水蓮。花咲くでしょ。咲くよ。いや、いいな、こんなとこに住んでるお父さん。いやいや、びっくりだ。そういうのって言ってくれれば本当に嬉しいよ。いやいや、本当ですよ。なんとも、この家が素敵で、何人もお泊まりに来ているようですよ。いつでも歓迎らしいですよ。やっぱり、こういう古い感じに考えて作ったの？そうそうだ。で、この看板は、五右衛門風呂遊会、勇者。会ではなくて勇者なんですね。勇者とこう書くんだ。これ掘ったんですね。飲みかなんかで。こっちにもう泊まれますよね。うんうん、こっちにね。うわあ、すごい。煙突かっこいいな。左が五右衛門風呂の煙突で、右が薪ストーブの。これも作ったんですか。煙突のあの石の。素晴らしい。素晴らしすぎる。うん。これツタはもう死んでる、生きてる。じゃあもう緑になった。さらに下っていきます。広大な高須の農地が広がります。変電所まで来ました。この先は嵐山の方へ向かいます。嵐山の脇を流れるおさらっぺ川。この周辺は北の嵐山といい、陶芸やおしゃれなカフェが多く点在します。
では次回もお楽しみに。